オレクサンドルーシクは、ウクライナのプロボクサー。シンフェロポリ出身。元 WBA スーパー WBCIBFWBO 世界クルーザー級統一王者。現、WBA スーパー IBFWBO 世界ヘビー級統一王者。ロンドンオリンピックヘビー級金メダリスト。日本語表記の記事では、オレクサンドルーシクとも表記される。その実力から、クルーザー級の 比類なきチャンピオンとも評される。2006年、プロブディフで行われたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にミドル級で出場し、2回戦でバズジャックに勝利するも準決勝でマットコロボフに敗れ、銅メダルを獲得した。2008年、リバプールで行われたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にライトヘビー級で出場資金メダルを獲得した。2008年、 中華人民共和国の北京で開催された北京オリンピックにヘビー級で出場し、準々決勝で敗退した。2009年、ミラノで行われた2009年、世界ボクシング選手権大会にヘビー級で出場して、準決勝で英語をメコンチェフに敗れ銅メダルを獲得した。2011年、バクーで行われた2011年、世界ボクシング選手権大会に出場し、 準々決勝でアルツール・ベテルビエフを破り金メダルを獲得した。2012年ロンドンオリンピックにヘビー級で出場。準々決勝でアルツール・ベテルビエフに勝利。準決勝でテルビル・プレフに勝利すると、決勝で前回大会銀メダリストのクレメンテルス・ソーを破り金メダルを獲得した。ワールドシリーズオブボクシングに参加後、プロに転向した。判明している。 アマチュア戦績は93勝16敗。クルーザー級プロ転校発表後、キエフに移住し、ウラジミール・クリチコとビタリ・クリチコが率いる K2、プロモーションズと契約を交わした。2013年11月9日、キエフのキエフスポーツ宮殿で、デビュー戦を行い、5回1分36秒、TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2014年10月4日、 アリーナリビューで WBO インターコンチネンタルクルーザー級暫定王座決定戦でダニエル・ブリュワー,ーと対戦し7回2分55秒 TKO 価値を収め王座獲得に成功したその後正規王座に認定され2014年12月13日ダニー・ベンターと対戦し9回2分29秒 TKO 価値を収め WBO インターコンチネンタル王座の初防衛に成功した。2015年4月18日、アンドレクンヤデフと対戦し、8回2分24秒、TKO 勝ちを収め WBO、インターコンチネンタル王座の2度目の防衛に成功した。2015年8月29日、スポーツパレスでジョニー・ムラーと対戦し、3回2分59秒、TKO 勝ちを収め WBO、 インターコンチネンタル王座の3度目の防衛に成功した。2015年12月12日、ペドロ・ロドリゲスと対戦し、7回1分57秒、TKO 勝ちを収め WBO、インターコンチネンタル王座の4度目の防衛に成功した。2016年9月16日、ポーランド・グダニスクのエルゴアリーナで、WBO 世界クルーザー級王者のクシシュトフ。 グーバツキと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2016年12月17日、カリフォルニア州イングルートのザ・フォーラムで WBO 世界クルーザー級12位で WBA パンアフリカクルーザー級暫定王者のサビソムチュヌと対戦し、9回1分53秒小勝ちを収め、初防衛に成功した。この試合で、 ウシクは7万5千ドル、ムチュヌは10万ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年4月8日、メリーランド州、オクソンヒルの MGM ナショナルハーバー内、ザ・シアターにて、ワシル・ロマチェンコ対ジェイソン捜査の前座で、WBO 世界クルーザー級9位で、ナボ北米クルーザー級王者のマイケル・ハンターと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、2度目の防衛に成功した。 2017年9月9日、ドイツ・ベルリンのマックス・シメリング・ハレで行われた、ワールドボクシング・スーパーシリーズ・クルーザー級準々。決勝で、元 WBO 世界クルーザー級王者で、WBO 世界クルーザー級級位のマルコ・フックと対戦し、10回2分18秒 TKO 勝ちを収め3度目の防衛に成功し、準決勝に進出した。二千十八年一月十七日、 ラトビアリガのアリーナリガで行われたワールドボクシングスーパーシリーズクルーザー級準決勝で WBC 世界クルーザー級王者のマイリス、ブリエディスと王座統一戦を行い12回2から0の判定勝ちを収め WBO 王座は4度目の防衛 WBC 王座の獲得に成功し決勝に進出した2018年4月17日 トレーニング中に牛久が左肘を負傷したため5月11日にサウジアラビアのジッタで開催が決まっていたワールドボクシングスーパーシリーズクルーザー級決勝が延期されることが発表された。2018年7月21日、ロシアモスクワのオリンピックスタジアムに2万4千人の観衆を動員して行われたワールドボクシングスーパーシリーズクルーザー級決勝で WBA IBF 世界クルーザー級統一王者の村とガシエフト4団体王座統一戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め WBC 王座の初防衛と WBO 王座の5度目の防衛に成功し、WBA IBF 王座も獲得し、バーナード・ホップキンス、ジャーメイン・テイラー、テレンス・クロフォードに続く史上4人目の4団体統一王者となった。 リング上の表彰セレモニーで、モハメド・アリの未亡人ロニー・アリから、ワールド・ボクシング・スーパーシリーズ・クルーザー、優勝トロフィーのモハメド・アリハイを贈呈され、WBC からは、ダイヤモンド・ベルトを授与された。2018年8月1日、WBA は、牛久を2018年7月度の月間 MVP に、選出した。また WBO は、牛久を、スーパー王座に認定した。 2018年9月7日、エディハーンが、K2 プロモーションズと、提携結ぶとともに牛久は、マッチルームスポーツと契約を結んだ。2018年11月10日、マンチェスターのマンチェスターアリーナで、元 WBC 世界クルーザー級王者のトニー・ベリューと対戦し、8回2分 TKO 勝ちを収め、WBA 王座は初、WBC 王座の2度目、IBF 王座の初、 WBO 王座の6度目の防衛に成功した。2019年3月27日、WBA 世界クルーザー級休用王者、デニス・レベデフとの間で行われるはずだった、統一戦の交渉が決裂したため、WBA 世界クルーザー級、スーパー王座の返上を発表した。ヘビー級2019年5月25日、メリーランド州、オクソンヒルの MGM ナショナルハーバー内、 ザシアターにて、カルロス・タカムとヘビー級転級後の最初の試合を行う予定でいたが、ウシクが6日の練習中、右上腕の筋肉を痛めたため試合が延期となった。2019年6月4日、WBC はウシクを休養王者に認定した。2019年6月23日、WBO は世界タイトルマッチ委員会でヘビー級に転校したウシクを ヘビー級の指名挑戦者に選定した。2019年10月12日、シカゴのウィントラストアリーナで、WBO 世界ヘビー級6位のタイロンスポーンと、ヘビー級点級後の最初の試合を行う予定であったが、我がが実施した抜き打ち検査でスボーンから違反薬物が発見されため、対戦相手が、チェズ・ウィザ・スプーンに変更された。試合は7回終了 TKO 勝ちを収めた。 2020年5月23日、デレック・チゾラと対戦が決まっていたが、新型コロナウイルスの影響で試合延期になった。2020年10月31日、WBO インターコンチネンタルヘビー級王者、デレック・チゾラと対戦し、12回判定勝ちを収め王座を獲得した。2021年9月25日、 トッテナムホットスパースタジアムに66,267人の監修を動員して WBA スーパー IBF イボ WBO 世界ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュアと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め2階級制覇を達成した。ありがとうございます。